カーブ、ピッチャーゴロ、1、2、3と渡ってゲッツー。そうなのかなと思いながら、カーブ3塁線、西のボールを取って1塁送球、どうだ、1塁は間に合ってアウト。西の好プレー。今日はサードは西野。友杉選手も足が速いですからね。いや今のもよくアウトにできました、ね、カーブを捉えてファースト、おー、ゴンザレス柔らかいハンドリング、いいプレーです。ツーアウト。いいプレーでした ね強い、まあ、しっかりとうまく打たせてるなっていう感じですよね、はい、強い打球、サーブ安田ボール取ってワンバウンドスローです。いいプレーです。ワンアウト。強い打球だったんですが、サード正面、安田がうまくさばいています。高いバウンドはセカンドの前、一塁に送る、一塁はアウト。大城の好プレー。さあリクエスト、アウトになると話変わってきますからね。今日はこの森がインコースに構えた時、なかなかそこにボール行きませんもんね。あ、際どいタイミングです。アウトのままです。ライト方向、ライト下がっていきます。野口下がってフェンス際まで行ってボールを取ります。フェンス手前まで打球は飛んでいきました。ワンアウト。スタートを切っていきます。高いバウンド、ここは取って山口、キャンバスを踏みます。サードライナー、いい当たりだったんですが打球上がりませんでした。捉えた打球ではあったんですが、安田ボールを取ってツーアウト。打球が三遊間抜けていく、ランナー回った、バックホームだ、タッチアウト、これはアウト。タッチアウト、外すぎ、渡辺が刺しました。その間にランナー進塁、二塁三塁、ツーアウト。大塚コーチも回しました、ね、かなり前守ってたんでね、当たりも。ファースト山橋、ゲストのピッチャー入って一塁送球、ワンアウト。今距離があるね、そうですね、ピッチャーに通ったんですが、ここはショート、うんと塁間挟まれた。ここは3フィートオーバーになりました。この辺が一番反応でやすいです。初球打ちはショート、深いところから源田の見せ場は一塁。まあ、昨日もしっかりとストレッチ伸びてきました。さすが源田という守備範囲、そうですね、詰まってのね、ショートの一番深いところですから。深いところですね、掴んでからの速さ。源田選手のインタビューを聞いていると、本人としては自分は肩が強くないので、はい、あそこから取ってからの握り替えの速さをとにかく鍛えてきたコーチ陣も、ね、認めるところ、ね、逆方向をうまく合わせた。ショートの頭を越えて回ってくる。ここはランナーがタッチアウトです。今からタイムプレーについて、リクエストを行います。しばらくお待ちください。三塁ランナーが先にアウトになっていると得点は認められないですよね。はい、ツーアウトからでした。タイミングがどうなのか、アウトになったのが蛭間選手、そうですね、説明あります。得点はここは認められずというところですね。ゲーム4回、ここはセカンドゴロ取れるか、4-6-3と渡りました。ダブルプレーです、ね、そうですね、はい。さあ今日は2打数2安打のキャプテン源田はファールグラウンド、ここは追っていって演技は掴んでいます。野村です。右方向、うまくかわして、しかし牧野、今日も出ました。そうですね、このリーチですね、はい、っていうかジャンプ力もすごかったですね。結構飛んでました
数々の打球さばいてきましたが、横に飛んでよし、縦に飛んでよし、はい、バッターからするとやはり初球から来た。ライトに大きな当たりはグラブいっぱい掴んでいます。ランナーそれぞれ慌てても降ります。ここはヒルマナイスプレー。そうですね、打った瞬間超えるかなというような大きな当たりでした。ライン際でね、あそこ難しい、ちょっと捉えてて、僕が思うにこう、このファーストフェアです。中村晃自らキャンバスでスリーアウトになりました。セカンドが追いつきます。浅村一塁へ、間に合いました。スリーアウトになりました。左中間です。打球が伸びていく、レフトが下がっていって打ちました。柳田の当たり、大きな当たりでしたけども、レフトの岡島が追いつきました。初球行った、ライトに上がったが、ライトが突っ込んでくる。あ、セカンドがその前取りました。セカンドの三森が掴んで